こんにちは、ヨークン松村チャンネルです。本日は群馬一の都会高崎駅周辺を散策して街の様子がサクッとわかるような動画でお送りします。少し長い動画より倍速もおすすめです。よろしくお願いします。では新幹線改札口を出て、簡単に駅構内の様子から見ていきましょう。こちら駅コンコースで西口と東口をつなぎます。どうでしょう、人が多くね、たくさんの方でにぎわっている様子がわかるかと思います。反対側もご覧の通りです。それもそう、高崎はね、乗り入れ路線が非常に多い駅で、新幹線、高崎線、両毛線、信越線、上越線、八高線、吾妻線、そしてもう一つ上信電鉄、世界遺産の、富岡製糸場の最寄り駅までアクセス可能な鉄道です。ちなみに高崎駅はモントレーという駅ビルが直結しています。こちらのビルと駅の、ね、出入りで人の往来が、ね、とても激しいです。駅構内にはイーサイトという商業施設ゾーンがありまして、中にガトーフェスタ原田というお店があります。チョコレートのラスクがね、大変美味しいので個人的におすすめです。その他駅弁屋さん、荻野屋の峠の釜飯が売られてます。他ね、だるま弁当も大変有名です。あとは忘れてはいけない、駅構内には群馬ちゃんのお土産ショップがあります。駅構内は非常に商業施設ゾーンがね、充実している、そのような印象を受けました。さあ、それでは東口から散策していきます。こちらは繁華街のある西口とは反対方向なんですが、いきなりガラス張りのどでかいビルが建ってます。こちらは山田電機です。もう誰もが一度は利用したことのある電気屋さん。なんと本社が高崎市とのことです。これはね、すごいですね。東口駅前の様子を右側から映してます。まずオフィスビルからホテルなどが立ち並んでて、高層階のタワーマンションもあります。山田電機から右側の、こちら様子ですが、繁華街方面の出口ではなくてもなかなか整備された都市形成をしていることが、わかるかと思います。ではまず駅から伸びるデッキをマンション方向に歩いていきます。マンションは高崎タワー21という名前で、ここの右側にはまだ通路が続いてます。そして、どこまで続くのって思うくらいにね、通路が伸びてます。ちょっと気になりますよね。はい、こちらは G メッセ群馬、高崎芸術劇場方面に続いてるみたいなので、そちらまでちょっと歩いていこうと思います。ちなみにデッキ脇の、建物の様子ですが、スパゲッティ専科原っぱさんというお店が見えてます。高崎ではね、調べたら有名なお店です。実は高崎ってパスタの街で有名で、理由は群馬は小麦粉を使ったいわゆる粉物料理が盛んで、その一つとして高崎に定着しているのが高崎パスタみたいです。中でも高崎にパスタが根付いたのは、老舗イタリアンレストランシャンゴさんというところがきっかけとの情報です。こちらは駅構内イーサイトの食品売り場ですが、こんな感じでレンジパスタがね、なんと陳列されてるんですよ。こう見るとね、高崎やパスタの街ということが本当よくわかるかと思います。そしてパスタだけではありません。動画の序盤で鉄道の乗り入れ本数が多かったことを伝えたかと思いますが、こちら注目してください。高速バス乗り場の看板がありますが、行き先を見るとご覧の通り各方面へとバスが運行されています。こんな感じで高崎は交通の便が非常に良い街であることもよくわかるかと思います。で、いよいよここからデッキを降りますと、こちらガラス張りのね、なんとも豪華な建物、高崎芸術劇場です。2019年に開館との情報よりね、非常に新しいです。何でもホームページ見たら、音楽ホールや劇場以外にもロックコンサートなどのスタンディングイベントも利用でき、最大で1000人の収容が可能と書いてありました。いやー、これはすごいです。なかなか地方都市でここまでの規模は見かけないです。高崎芸術劇場の脇の住宅街を歩いていますが、ここまっすぐ歩いて、その後曲がった先には G メッセ群馬があります。こちらがめちゃくちゃ巨大な施設です。イベントや展示館、そしてビビったのはなんと1万規模のコンサートができるみたいです。なんと布袋さんのライブも行われてるみたいです。確か布袋さんって高崎出身だったと思います。しかも先ほどの高崎芸術劇場、そして G メッセ群馬と大規模なコンサート施設が完備されてる。そう考えると高崎、いやもう群馬ってめちゃくちゃすごいですね。ちなみに高崎は音楽の街とも言われてます。ではここで一旦駅方向に引き返そうと思います。
はい、高崎駅東口のロータリー付近まで戻ってきました。次はいよいよ繁華街方面西口を見ていきます。これがまためちゃめちゃ栄えてるので、ぜひ最後まで見てください。こちら高崎だるまがありまして、ここが西口の出入り口です。西口を出て左方向から駅前の様子を映していきます。どうですか、ビルが密集されてめちゃくちゃ都会ですよね。右側には大場という商業施設、奥には高島屋があります。そして高崎駅直結のモントレーがあり、もう駅建物のね、貫禄と雰囲気、かなりの迫力があります。駅正面のビルとかもね、いやなかなか立派ですよね。高崎はもう普通に都会ということが、伝わったかと思います。こちら駅から出て右側のオーパというビルの脇にデッキが伸びているので、そちらの様子を少し見ていきます。今デッキから高崎駅方向にカメラを向けているんですが、いやこのモントレーという駅ビル、奥行きがめちゃくちゃ広いです。ではこちらを歩いていきます。その後は駅から伸びるメインストリートを歩いて、最後にねちょっと素晴らしいものを映しましたので、ぜひねそこもお楽しみに最後まで動画を見てください。左手には高島屋、高島屋は大きい都市にあるイメージが強いので、北関東のエリアに高島屋があるというのは大変素晴らしいことだと思います。こちらの通路もなかなか奥行きがありまして、ここのガラス張りのビルのところまで続いてました。ではいよいよ高崎駅から正面に伸びるメインストリートを歩いて、街の様子、高崎市の簡単な概要を伝えていこうと思います。今駅のペデストリアンデッキから降りてメインストリートを歩いてます。駅前はビルや商業施設が多いのは伝わったかと思いますが、歩行者用道路も幅が広くね、ゴミゴミしてない、街の形成も綺麗であることも、この映像を見たらねよくわかるかと思います。最初の交差点には朝鮮飯店というお店がありまして、個人でやってるかなと思いきやネットで見たらね、群馬県を中心に展開してる焼肉屋さんみたいです。店の外観がなんともいい味が出てます。交差点付近はこんな感じの様子です。ではカメラを回してさらにまっすぐ進んでいきます。でここで高崎市の概要を簡単に伝えます。高崎市は人口約37万人の中核市に指定されてます。群馬県の中では一番の人口数です。高崎のお隣には前橋市があり、そちらが県庁所在地の都市で人口が約33万人の都市です。余談ですが、前橋にはコストコがありますが、なんとね、IKEA もできるとの情報を見たことがあるので、ぜひコメント欄に情報を教えていただいたら嬉しいです。すごいですよね、高崎前橋の都市圏は北関東ではねかなりの賑わいを見せていることがわかります。あと高崎はだるまで大変有名ですが、今から210数年前、豊岡村の山形智五郎さんが始めたとされてます。しかしその頃色塗りに使う材料が簡単に手に入らなかった理由で生産量は少なかったようです。時は進み、1859年の横浜港の開港で海外からスカーレットという赤の顔料が輸入されるようになってから、だるま生産が盛んになったと市のホームページにそのような記載がありました。どうでしょう、高崎といえばだるま、もちろんだるまはね素晴らしいですが、今回の動画はそれだけではなく、パスタ、音楽とね、おしゃれな街であることもね、伝わったかと思います。そして正面に見える高層ビル、あれは何だと思いますか。正解は高崎市役所。なんと21階には展望ロビーがある豪華な市役所です。なかなか大きい都市でもここまでのビルの市役所はお目にかからないですよね。もはや県庁ビルの規模の威厳があり、高崎を県庁と勘違いしてしまうほどです。あたりはすっかり暗くなりました。市役所を過ぎ道なりに歩き曲がった先にはすずらん百貨店があります。こちらもなかなか大きい規模の百貨店です。街の街灯の明かりも綺麗で、まああまり暗くなる時間帯の撮影はね、少し抵抗があったんですが、編集したらね、あ、これもこれでいいかなって、そのようにね、自分をちょっと納得させてしまいました。それでは最後に素晴らしいものを見せて終わろうと思います。こちら、すずらん百貨店を右に曲がった細い路地ですが、水に浮かぶイルミネーションがとても綺麗でした。幻想的で黄昏れてしまいます。もうこれを映すために夕暮れの時間に撮影したんですよってことにしておいてください。以上、高崎駅周辺を散策する動画でお送りしました。
このようなテイストで全国の都市を回ろうと思っているので、気に入ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。